お疲れ様です。ラットです。今回はですね、展開に、まあ言うてね、展開のその、まあクオリティ、価値っていうのも、まあ少しずつ下がってきちゃって下がってきたんですけど、まあ展開ね、今回到達したんでね、ただいま、グローバル16位。でも、その到達してから、ちょっと、まあ時間が空けてるんでね、本当は11位です。本当、グローバルね、世界11位に、まあ、なって、その後、まあ周りが上がってね、落ちてるみたいな感じですね。はい、で、今回使ったデッキが、こちらです。この画面になってるやつですね。ですね、まあ、フリーズポイズンの、まあ、神器デッキ、まあ、古城ババを主体としたデッキなんですけど、まあ、このデッキの動画を毎回あげたことがあるんですよね。あって、まあ、でも、数回使ってるって感じで、もうこれでね、今回展開いきまして。で、まあ、生マルチをしてもいいんだけど、そのマッチングが鬼長いな、鬼長いから、まあ、今日はね、リプレイの方でいこうかなと思いますね。はい。で、まあ、ラバのこのホバリングですね。ディガーもバルーンもない形が、まあ、最近増えてるのかなっていうので、まあ、このラバが2連チャン。で、迫撃。で、はじめさん。で、ジャイサンシ。で、まあ、流行りのバルーンとか、まあ、ミラー対決みたいな感じですね。はい。まあ、そんな感じかな。いろいろ当たってますね。はい。で、まあ、何を見ていこうかなっていうので、ですね。まあ、三重詩も一回見ておきたいですね。はい。ということで、初手三重詩いきたいと思います。で、まあ、基本的に、なんだろうな。まあ、フリーズとポイズンのとロリババの、まあ、三スペなんで、なんだろう。なんでっていうか。なんだろう。焼き鳥くんを助けて。知らねえ。さすが。さすが？いや。忙しいから。はい。忙しいから。ということでね。実はいましたよ、みたいな。から声入んないからな、あんま。そのね、なんか今日一応ね、あの剣詰師家に初めて来たんすよ。声入ってるかな。そう、初めて剣詰家に来て、まあ、引っ越し行ったんでね、剣詰か。そう、来て、その明日が投開儀なんでね、投開儀前日の今朝4時ぐらいかな。そう、あみたいな時間に撮ってるんですけど、毎回4時ぐらいに撮ってるよ。寝るタイミングマジで逃したよ。しかもなんか7時45集合とかなんですよね、その幕張メッセに。だからやばい、だって朝6時の終わりの電車とか乗んないといけなくて、もう迷ってるよね、寝るかどうかすら。オールコースやん。いや、俺は寝るけどな。まあみたいな感じね。そう、ケンツと僕と焼き鳥と、あとはダニパイセンですね。今日珍しくお休みしてるんですけど、おぞにきはね、なんか女友達と遊んでたから今日は無理、主題逃しちゃったみたいな。さすがオズニキですね。さすがオズニキ、すぐ遊び行くからな。うん、まあ冗談なんだけど、まあ他のところは分かんない、真相は分かんないですけどね、冗談かどうかも分かんない。まあ今のはさすがに適当ですけど、まあオズニキならありえるな。最低。そうなんでね、まあ今日はみんなで集まったんでね、まあ、一応コラボ動画じゃないな、コラボじゃないわ、その動画ですね。はい。編集終わったら遊びに行ってあげるから。ほんでくれ。やめて。よいしょ。で、三重詩に対しての立ち回りなんですけど、まあ、エリポンにはもう必ずと言っていいぐらいポイズン打っていいと思うんですよね。でも、この残り1分入るぐらいの今の相手のエリポンに対してのポイズンは、正直打たなくてもよかったっていうのが思ってて、僕は。まあ、残り1分だから別にわざわざ壊さなくてもいいかなっていうのありますね。まあでも、その代わりに、こうやって一気に攻めますね。これがすごい大事なポイントで、こんな感じ、フリーズでもうご了承しちゃえば、相手は逆サイをそんなに攻めれない。まあ、軽くまでしか攻められないんでね。まあ、相手が三子出しても、もう形を作って、フリーズを使ってご了承っていうのがすごい大事ですね。これポイズ打つのかな？まあ、ここは打ってますね。でも、こっからしっかり形を作るですね。もうこれ、ご了承ですね。なんか左右にユニット出すんじゃなくて、もうこれご了承でご了承で、これしかもラッキーなんですよ。あの三重詩2体側をご利用そうとすると意外と苦しいですけど、この1体側だと結構ご利用しちゃうんですよね。まあ、なんでこんな感じでご利用して、まあ、逆サイフリーズボーイですね。で、まあロリーババがあればほぼほぼ守れちゃうんでね。で、こんな感じで、まあ、許容しつつ、まあ、防衛すると、まあ、相手がね、苦しそうですね。苦しそう。で、これもう一回繰り返しますね。でもしっかり形作ってご利用してあげると、まあ、相手はね、突破できないというか、その防衛しようとするんでね。よいしょ。で、ここは、
相手が攻めてきたんでね、多分フリーズを使わないっすね。多分攻めでフリーズを僕はここで使うんで、一回延命して、延命というかまああれですね、フリーズを残しておいて、まあ、こんな感じで、まあ、最後フィニッシュですね。そう、まあ30試合相手にはまあ固めて固めてご利用しで、逆サイを、まあ、ロリーババとかを使って、まあ、軽く防衛がいいかなと思いますね。ジャイスタンシとかもそうですね、もう固めてフルブッパでいいかなと思います。はい、ということで次、これあれですね、最近よくあるバルーンマジでこれとラバのなんかそのバルーンもディガーもないやつと三重師とかしかマジでグラチェリいないぐらいですね、本当に。あとペッカか、流行りですね。終わった。おー、来た、悪魔が来た。うん、なんか落ちた、補助しようとしたよし、はい、でまあ所定は基本有能があればね、有能を避けたいんですけど、それなかったんでね、多分こんな感じで小嬢ババで様子見る感じですかね。でまあまあハンター合わせるんですけど、でこれもうボーラー出た瞬間に、まあ、スケラかバルーンかなっていうのがまあ分かるんですよね。まあ最近ボーラー入ってる時っていうのはあのね、タイトさんって方以外はさすがにそうだね、さすがにボーラー入ってないんで、みんなジャイボーラーはあんま見ないな。はい、でここちょっとやばいですね。もうフリーズ使って防衛するんですけど、ハンターちゃんが溶けちゃって、まあ、やばいですけど、まあ今で、まあ、このボーラーのバルーンに対しての、まあ、立ち回りすごい大事なのは、うん、守ろうとしないことですね。相手が攻めてきた時にそれを完全守ろうとしちゃうと、結局フリーズかけられて全部終わっちゃうんですよ、うん、なんで相手が攻めてきた時にこっちも逆サイに有能とか工場を飛ばしてあげるんですよね。そしたら相手もそれを防衛するんですよ。だからこっちは相手のバルーンとかを、まあ、ハンターだけとか、まあ、ガゴとフリーズとかで結構防衛できるっていうので、でもそれを逆サイを攻めないと、まあ、相手に機能を仕切られちゃうっていうので、フリーズを使わせないようにするってことやな。そうですね、フリーズを使うコストを防衛に使わせて、まあ、立ち回る。そう、ただボーラーで抑えられるけど、それはどうすりゃいいの。だからそのボーラー、まあそれを繰り返していくと意外なねサイクルの崩れとかで、へー、だからボーラーに対して有能使ってボーラー咲かして、そこで事件、なんかランバー右残りで戻ってきやがった。あれ結構痛い、ここ痛いんですよね。でもこれプロだから、さすがプロはちゃいますね。俺いつも焦るとこういう時フリーズするよね、ほらやんちゃでもねフリーズのもう強さですね、これが。これでボーラー溶けちゃうから、まあ、確かにこれでもタワーにも入ってるし、そうダメージ、これもハンターが強い、意外といいフリーズなんだ。でこういうのでそうしっかりこう逆サイ振るのが大事ですね。だから相手に形を作らせないっていう感じですね。でこれアイグルで多分こっち釣って、はいはいはい、で小嬢ババ多分逆サイ流すんですよね、でもこれ、はい、でこんな感じで振ってボーラー出すじゃないですか、うん、そしたら相手はもう陸が言うのしかないんでね、言うのじゃないランバ、うん、ランバなるほど。そうこれはちょいおやばいですけど、まあ言うてね、このハンターの位置ですよ。はい、フリーズギリギリね、巻き込めないと。巻き込めない位置にやっぱ高めにね出してます。でこれでカウンターですね、よいしょ。でポイズンかな、これは。いや攻めますね僕、おけどただ防衛されるな防衛これどうやって勝ったんだろうマジで、やばいな。これ通せないよな普通に。でもやっぱボーラー側を突破しようとしたら無理だから、やっぱボーラーじゃない逆サイを攻めたいですね、こっちからしたら。あ、ここでボーラー、そうもうランバーも裂いたから相手これダメージ入るでしょ。でかいねこれは、これでかいですね。で相手ここで小嬢ババ出したことによって相手はあまり攻めきれないっていう。あ、なるほど。あでもおお怖い怖い怖い、フリーズのプロなんで相手ギリギリ狙ったで、ここの俺の言うの、ああ相手ね、あのミリ残りのババが残ってる時に出すことによってピピピピピピってタワーにダメージを入れるっていう、うん、でこのロリババさえも相手は防衛しないといけない。そうだね、意外としんどいな、ここで相手も5個裂いてくるから、ね、そうで、まあ僕はもう左を徹底的に守りたいですね、はいはい、でこれボール裂いたからやば、攻めちゃいますね。でこれ多分フリーズすんのかな、今度は左をねこんな感じで攻めていくと、まあ、フルカウンター来ちゃうんですけど、まあ、でもこれをポイズンで向こうはあえてここはフリーズ使わずに攻めに使うって感じかな。そうだけども、で相手のこのボーラーがうまいですね、逆サイを抑えつつのこれなんで、このまま400側にね相手が削りたい側に来るんで、でもそれすらもやらせないそうこれ一発殴る、ああ相手もそうフリーズもね警戒して、そう相手はあれはもう防衛するしかないですからね、ババが一発入っちゃうとポイズンとかで終わっちゃうんで、
でこれで、まあ、左も攻めるし右も攻めるしみたいなどっこいしょゲーミングですね、はいはいはい、こんな感じでまあ左右にやっぱ振って相手に攻めさせないっていうのがすごい大事。あやばいこれ煽りちょっとこれあれすぐ煽るからな。いや何煽りとかよ、これコミュニケーションの一部なんですよね。いい試合だったねっていうこの笑顔っすよ、ね、だから別に煽りとかじゃないんですよ。ただそうだったグッドゲームっていうこのこの笑いに、そう、あ勝利の微笑みって感じ、そういうことなんでね、別に悪くはない待ってリプレイあと2本ぐらい見せないんだけど、ワンチャン長くなるけどいっか、しゃないですね。で、はじめさんにはまあ負けて、迫撃だったらラバですね。はい、じゃあ俺寝るわ。どうぞ。多分この YouTube 見てる、見てくださった人たちは、うん、焼き鳥いんのか、最悪だ。いやいやマジこれの老害どっか行けよと思って。いやいや、俺のファンがいっぱいいるぜ、ほんとに。甘えたらダメやけど。マイナスになるから、それによって。なんでファンを奪ってた気ぃつけてくれ。よし、最近あんまコラボ動画撮ってないからな。そうなんですよ、やっぱ会う機会が、ま、いや言うて会ってるやろ本当に、うん、会いたくねえのになんか焼き鳥が会いたくて会いたくて震えてんだろ。それどっかで聞いたことあるよいやちょっとやばいやつな。そうこの迫撃な鬼きついんですよね。あ迫撃な、そうそう、俺も割と最近それ使ってみたんだけど迫撃が全然勝てない。それは焼き鳥のセンス。いやだってさ、あれ防衛で迫撃使ってさ、あのディガーで無限に削られたらしんどくね、うん、うん、うん、その通り、うん、しんどい。だからね、自分もどうやって勝ったんだろうって今考えてます今考えてでもやっぱ迫撃でやっぱ相手も攻めてくるんで、まあ、ディガープラスのスペルだけだとさすがに削りきれない。まあまあ確かにな。だから迫撃で攻めてくるから、そこを丁寧に防衛してカウンターにつなげて、まあ、相手がユニットでね防衛してくるから、そこをフリーズだったり、まあ、ポイズンを使ってまあ、突破していくのがまあ理想ですね。なんでまあ変にこっちが攻めて攻めて迫撃で防衛されてディカーで削られてを繰り返してるとちょっと良くないんで、一、うん、回ね落ち着いて相手が攻めてくるのを待ってしっかりカウンターするっていう。なるほどな。この相手ちょっとおしゃれなんですよね、迫撃の位置がおしゃれ本当だ。でもこの反撃だと両サイドどっちに小芝を出されても届くっていう。見て今の判断優秀すぎん、やば、一瞬で消し去ったやん。うん、調教してるからな日々で卵から育ててるから、うん、フライデーのギャングちゃんうまいっすね。迫撃な、迫撃そう。で、このフリップ人技が今結構いる、結構いるんですよね。普通にグローバルの一桁に数人いて、結構、結構見かけるんで、まあデッキ自体が強いのかなと思ってますね。はい。あくびが出るわ。ちょっとあれやな、眠くなってくるみたいな。もう4時やでだってで明日6時起き、わかる。あれなんですよ、前日僕めちゃくちゃ寝たから、うわ、あのファブってやばいんですよ、不健康体の集まりなんですよね間違いない言ったら悪いですけど不健康体しかいないですからやばいですよ。なんか朝の2時とかに誰がログインしてるのかなって見るじゃないですか。そしたらゲームイズとかは、まあ、意外とそんなにいなくて、うん、コナスもそんなにいないけど、ダニケンツミシとか焼き鳥とか深夜に行動開始するからな。オズネギとかもなんか深夜2時ぐらいからあの人見られて始めるからな、ね、やばいな。で朝寝るっていうスタイルやからな、みんな。俺も朝2時ぐらいからスタートだからさ1日のやばいな、それも朝って言わねえからそうなんだよね。今のは結構相手が苦しそうというか攻め迫撃してきたんですよね、タイミング悪く。で俺がちょうどその瞬間にフルカウンターみたいな感じで今持ってきましたね。よいしょ、いいとこ話してて見てなかった。まあいいよ別に、視聴者さんに伝わればいいから。でこれも正直美味しいんですよね、小芝場の突進だけ受けられるっすけど、それだけで迫撃終わるんで、あの真ん中迫撃は正直美味しいですね。なんで自陣でちゃんと迫撃で受けられる方が逆サイからのターンのダメージもあるんでね。あ確かにな。そう俺これもう読みのプロ、こういうの後ろにねハンターとかガゴ出しとけば基本的にリガーって後ろ飛んでくるんですよ。これ覚えてこれ今日の知れとく。で何それ、毎日やってんのそれ初めて初めて、今日の知れとくいきます。まあ、相手がコウモリと かギャングとかで、あディガー来るなと思ったらもう適当にタワーの後ろ側にユニット出しておけば、まあでも確かにな、勝手にディガー止まります。あるなそういうのは、うん、はい、覚えていきましょう。あ入ってる、まあ、こういうミリ残りのねところにフリーズするのは大事ですね。これもコミュニケーションですね。キスしちゃってますもん、好きすぎて好きすぎてありがとうそれは問題やそれはそれで問題ややばい、はい、というわけで最後これどっちも同じ入り、あポイズンのリバブとファイブザップ
まあでも上のこのボーフムってやつがもう世界一のラバル使い。あ、そうだね、結構聞いたことある人も多いんじゃないかな。ラバル使いだけど浮気してますね。よくねえよ、まあ、それ焼き鳥だよ、ほんと秘密ね、みんな。ほら、おずにきや。ふう、あ、もうほら好きすぎてキスしちゃってる、またそれ問題やな。キスの部屋ただの焼き鳥かて。で、初手言うの最近なんですよ。この初手言うのが、もしこの、そう、これ、これを狙ってるんですよ、もう。あの、結構陸系で最近ロリババが多いんですよね。そうだね。だけどロリババって橋場言うのちょっとぼーっとしてると出しても間に合わないんですよ。今みたいに今ので1000入るんですよ。だから初手言うのあれば100出した方がいいんですよ。相手だってぼーっとしてるから、うん、集中してても間に合わないんで。いや、集中してたら間に合うな、多分。、うん、まあ、ガチで集中してると間に合うんですけど、そうなんでね、初手言うのあれば100橋場言うの、これ必須です。京都知床2 初めてなのにいきなり2つ出した。やばい、次回から全くないやつで。ここでハンターを出したいんですけど、結構メガゴとか追加されちゃうと、メガゴハンホバリングで追加されちゃうと危ないんでね、ここは1回何も出さずにラバーを受けて、こんな感じでターゲット受けてからのターゲット受けますね。はいはいはい。これポイズンかな、多分ポイズン強ですね。いや、ガゴ出してもよかった、正直どっちもよかった、確かにな、うん、まあ気分、まあ、受けちゃうんですけど、このダメアドを見ちゃうと結構僕の方が押してるんですよね。意外と入るんだな、言うのが。そう、あの、まあランバーと墓石とロリババだから、これロリババで多分壊しますね。壊しちゃえば相手は陸がランバーしかないんですよ。有能に対してランバーされたら工場は入るし、ロリババだけじゃたまんないんでね、みたいな感じで、まあこうやるとこれで100入りますね。もう何をしたとて。なるほど、とて。あ、そっか。で、ここで右も攻めるし、左も攻めません。もう多分このラバーの形を作られちゃうと、右側があっても僕多分1300で折られちゃうんですよ、うん、だから折られてもいいけど、その代わりこっちはもう両性折りに行くっていう。なるほどね。そうですね、まあ、1本折られても2本取ればいいってやつですね。まあ、一時交換はあんま良くないんですけど、で、これも多分無理なんで、まあ、ポイズンで軽く適度に防衛ですね。あ、よくある強要守りやね。そうですね。で、こういうところでイチャイチャしておきます。お、出た。だいたい墓石祭壇で陸はもうランバーしかないんですよ。まあ、ロリバーも含めないっちゃ含めないですね。なんで、まあ、しっかり課題作ってフリーズ使うと、だいたいもう終わりですね。そうだね、墓石ない状態ので、これフラグアイゴレなんですけど、することなかったんで。これでポイズンですね。まあ、で、なんならで、相手はもう突進入れたくないんで、はいはいはい、でこれだけでほぼミニ残りなんで、別にこれラバー合わされたとて確かに怖くない。で、こういうところで攻めますね。で、相手は間に合わない、これ。あ、しかも墓石も裂いちゃったと。そうで、あの墓石は今度ポイズンで壊しちゃえば勝ち。おや、勝ち。お、でもあいつ結構ここでラバー展開してくるんだ。うん、甘いですね。これだってフリーズしてオア折りですから。オア終わり。まあ、墓石もね、切った後だからかなりこれはしんどい、ね、で、シャシャル。おや、キリと。だけど、あれで、これが意外としんどい。頑張る頑張る頑張る。苦しい苦しい。大体はもうここで防衛にね、こっそ裂いたから、この間にこっちは防衛、あざはーすって。で、ここで、これ、これもすらも一発無視できないで。なんでいうポイズン。嫌なロリバは。これ、このエロさ大事っす。クララ知識3。いやらしいな。今日の知床3。エロさも大事。聞いたことないよ。で、ガチ。あ、これ。で、最後に、まあ、キスをしてあげるとね。うん、ああ、ピースやったで、今。いや、キスからのピース。ありがとうって感じですね。キス&ピースな。うん。それはちょっとエロい。さすが違いましたね、ラトさん、はい。というわけでね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあまあ雑談からの、まあ、一応使い方みたいな感じなんでね、よければね。うん、結構もうデッキ自体が強いんで。そうだね。意外と使ってみたら、そう、もう攻めでフリーズで毎回防衛でポイズン、逆に攻めで毎回ポイズン、攻めで防衛でフリーズみたいな、焦ってフリーズ使うのだけは気をつけたいかな。そうですね、まあ、序盤からシャシャって古城ババガゴで初手からフリーズとかしちゃうと、うん、まあちょっとやっちまるよ、まあ、なんだけど、まあ丁寧に丁寧に立ち回ってからの今だって思う時にフリーズやると、かもう今しかないっていう時にやると、もうそう、最高、最高。デベロ、はい、というわけでね、ちょっと長くなったんですけど、終わりにしたいと思いますね。ふぅ、はい、あの、概要欄に忘れてなかったら焼き鳥とケントラね、チャンネル貼っていくんで、皆さんぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。やった。まだ動画載ってたの長くね。しゃーなし。はい、というわけでね、今回は終わりにしたいと思います。よければ高評価の方もよろしくお願いします。はい、では、はい、おつめし、おつめし。